こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルでは、ダメな自分を克服せず素晴らしい自分を実現する方法、ダメな自分を克服せず素晴らしい自分、素晴らしい現実を実現する方法というお話をお届けをしてきます。で、多くの人はですね、自分の中に最高の自分から最低の自分までいるんですが、この最低の自分とかダメな自分とかできない自分、それを克服しようとする人がすごく多いんですよね。でもそれだといつまで経ってもうまくいかないので、そういったお話をお届けをしていきます。で、この動画では波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたり、そういったコツをお伝えをしております。で、お伝えしている内容は僕のこれまでの14年以上にわたるセッション経験、セミナー経験、そして波動を使った企業のコンサルティングなどでクライアントに実際に効果のあった考え方や方法、そういったものをお伝えをしております。もしよろしければチャンネル登録いただければと思います。で、今日のお話ですが、ダメな自分を克服せず素晴らしい自分や素晴らしい現実を実現する方法なんですけれども、具体簡単に言うと許しですよね。許しになってきます。で、多くの人はですね、ダメな自分とかできない自分とか、そういった自分をなくそうとしたりとか、克服しようとしたりとか、そういう人が多いんですよね。なんかそういうところが目につくからなんですけど、でもね、実はこのダメな自分もできない自分も情けない自分も消えることはないんです。これから先皆さんが成長していったとしても、その自分が出る時もあるんですよね。なので、で、僕は商売柄いろんな素晴らしい人にもお会いしてますし、これまで、本当にすごい人たちに導いて成長させてもらってきたんですが、すごい人たちって、結構変なんですよね。すごいダメな部分とか、すごく良くない部分とかね、そういった部分も皆さんいっぱいお持ちなんです。お持ちなんですけど、同時にすごい自分もお持ちでね。で、それが人なんです。どんなすごい人にもダメな部分がある。だから芸能人のスキャンダルとか、いろんな実現ことを実現してきた方のスキャンダルなんかも、こんなすごいと思ってたけどこういう部分もあって、ここの部分がクローズアップされて、なんかスキャンダラスなニュースとか事件とかになるんですけど、そもそも全部持ってるのが自分で、ここをなくすことが自己実現の方法ではないんですよね。で、っていうように、自分の中には最高の自分から最低の自分まで全てあります。全てあって、実は最低の自分は消えないのと、波動によってどの自分が出るかって変わるんですよね。だから、どんなに自分ってなんか冷たい人間なのかなって思ってる人も、なんか気分いい時とか調子のいい時は人に優しくはなれるんですよね。調子のいい時とか気分いい時、それって波動の高い時なんですけれども、人に優しくはなれます。で、どんなにいいことをしている人でも波動が下がってるとですね、口癖が悪くなったりとか、ネガティブになって落ち込んでしまったりとかね、そういうことあるんですよね。だから波動によって、素晴らしい自分からダメな自分までどんな自分が出るか変わってきます。だからいつも波動を整えましょうって言ってますよね。で、その波動は体、心、エネルギー、環境、この4つの部分で変わりますが、だから環境の要因も大きくて、なので、いいことをしている人でも、例えば満員電車なんか波動低いので、満員電車に乗るとどんないい人もイライラしてきてね、なんか隣の人に腹立ったりとか、ネガティブなことを思ったりとかっていうことをするんですよ。で、そうだな、夜の色待ちというか繁華街とかね、なんか喧嘩の絶えないようなとこあるじゃないですか。そういうとこ行くと、どんな人もやっぱ横島な自分っていうのは出てくるんですよね。それが人なんです。だから自分の中で最高の自分から最低の自分がいて、それは全然いいんですよ。最低の自分もいて全然いい。で、それが波動によってどの自分が出るかっていうことを変わるんだということをまず認識しておいてください。で、それと同時に、最低の自分はなくなることはないです。最低の自分を克服すれば最高の自分が出てくるんではなくて、全て自分っていう大きな枠の中に、最高の自分から最低の自分まで同じ土俵の中に、両方存在するんですよね。で、ここを消せばこっちが出るじゃなくて、ここを消そうと意
意識するとここが出てきます。最低の自分を克服しよう克服しようとすると意識を向けた自分が出てくるので、この自分で生きる時間が長くなってしまうんですよね。だから克服しようとしないし、でじゃあどうしたらいいかというと、この自分の存在を受け入れることです。これを許しって言います。許しって今日ちょっとホワイトボードに書けないですが、許可の許ではなくて赤って書く御社の社です。その許しです。許可の許ってなんか許してくださいみたいな、自分が悪いもののような感じを受ける、許してもらうみたいなね、そうではないです。悪くないので、その自分がいることを許す、それは意味は何かというと受け入れるってことです。この自分もいるっていうことを受け入れるね、これが本当の許しです。だから多くの人は許可の許の許しを書くんですが、全然違うので、それ本当の許しを体験すればこの違いがすごく分かります。本当の許しを体験すればこの違いも全然違うことなんだっていうことわかるんですよね。だから受け入れるってことです。受け入れた上で、受け入れててもその最低の自分は出てきます。しんどい時もに出てくるし、なんか現実がうまくいかない時は出てきますし、邪気をたくさん受けてエネルギーの状態が落ちれば受けますしね、それが人なので、まあ、それはそれで OK で、なので浄化をしたりとか環境を整えることで、その自分はいてもいいんだけど、その自分が出るような波動っていう要因はなくしていくことですよね。で、最高の自分で生きる努力をすることです。最高の波動を高めるといい自分が出てきますので、その自分で生きる努力をするっていうことも大事ですのでね、ぜひそんなことを意識されるといいかなと。なので、最低の自分は克服しようとしない、その自分がいることを受け入れること、そして、波動を整える、体の状態を整える、ちゃんと寝たり、ちゃんとお風呂入ったり、ゆったり、緩めて温めて深呼吸をして、整えたりで、栄養もちゃんと取ったり、そうやって体調は整えること、心の部分はちゃんと感情のクリーニングとかして、ネガティブな感情っていうのは浄化していくことで、エネルギーは邪気を浄化していくことで、環境は環境、自分の部屋断捨離したりとか、人間関係も整えること、そうやって、自分の波動の状態を波動の状態が下がる要因をなくしていって高くしておくことで、いい自分が出やすくなってきますのでね、逆に言うと最低の自分が出にくくなってきます。それはいていいんですよ。いていいんだけど、それを受け入れた上で、出にくいようにする。だから波動出にくいようにするっていうよりかは、波動の高い自分で生きる時間を増やす、その努力をするということがすごく大事ですのでね、ぜひ波動を整えていってください。そうすると最低の自分は克服することなく出づらくもなってきますよね。でもその自分が出ること全然ありますよ。疲れてくると出ますし、それはそれでいいんです。それいいので、その時またこの自分でいいんだっていうことを思ってあげてください。まあ、そんな感じで、ダメな自分は克服せず、素晴らしい自分を実現していく、で素晴らしい現実にアクセスしていく、そんなことをぜひ、意識していただければと思います。今日は許しのお話を久しぶりにね、お伝えをさせていただきました。まあ、許しはね結構奥が深いので、これだけではなかなか語り尽くせないことはあるんですが、また折を見て、許しのこともお伝えをしていきます。で、ウィークデーはこういった情報以外に、ウィークデーでは毎日 LINE とメルマガでもメッセージをお送りしてますので、ぜひそちらもご登録ください。願望実現の話や波動の話やメンタリティの話や暦のお話とか、そういったことも LINE とメルマガでは毎日お届けをしてますのでね、ぜひそちらもご登録ください。で、今日のこの許しのお話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいればぜひシェアをしてあげてください。それでは今日も波動チャンネルご覧いただき、どうもありがとうございます。